몬스타 여러분 안녕하세요. 쿠키 커플의 크리코입니다. 김경식입니다. 아, 나 주문대 말았다 이렇게 나. 쿠키 몬스타 여러분 안녕하세요. 쿠키 커플의 크리코입니다. 김경식입니다. 今日は私、キムキョンシクという彼氏がいながら韓国ドラマちゃんと全部見たの1回ぐらいしかない。 多分いっぱいいると思う、そういう人。コメントとかにちょこちょこおすすめとかもしてくれるんだけど、今日はフォロワーの皆さんにおすすめのクリコに見てほしいドラマを教えてほしいなっていう。クリコが日本で好きなドラマがどんなタイプの？最近可愛いドラマ見ました。あなたの番ですみたいな。私が今まで初めてちゃんと見た韓国のドラマのタイトルがオーマイビーナスって言って知ってる？オーマイビーナスって誰なのかじゃ？ジョジョンさんなの？そうじそう。 なんかめっちゃ太ってる女の子が、それですごいときめいたんですよ。ドキドキがしたいよな。ちょっとときめきが欲しいんですよ。キムジソビジ、キムジソ。キムジョプグンはドラマもちろん見たことあるじゃない？韓国の。ありますよ。何がおすすめ？私ね、韓国で一番好きなエクターが、パクソジュン。あの、切れ長の目のイケメンですよね。誰が？ CM見たことあります。何のドラマが一番パクソジュン？キムジソのいろいろかとか。どんな役なの、パクソジュンが。パクソジュンに来るか、オディプさん、ボスや。鏡見て、私めっちゃかっこいい。ナルシスト。そんな、そんな言ったんで、俺はいるかもわったから、チングーな女がいるんで、ボクシングの子燃えたら、燃えたら、それ見ながら私も、結構歴史のもの、チャングムとか、サスペンスとかも多いじゃん、韓国。サスペンス多い、多いかな。ラブについてが多い。あ、ちょっとシリアスなラブストーリーが多いじゃない。ちょっとほら、昔はすごい大変で、お父さんとお母さんがいないとか、なんか、そういうのが多いイメージ。だから、お母さんがいじめるとか。 なんで？いや、なんか主人公がいて、そんな成りたいんごや、それが。違う違う、そういうのが見たいの、キュンキュンしたいから。その子を絶対もう王道のこの人とくっつくだろう、この人とラブだろうなっていう人と、もう一人すんごいかっこいい人が彼女を狙ってるみたいな、そういうような、シチュエーションがあったらいいなっていうのと、ラブコメディみたいな。ちょっと笑えるところもあってみたいなのを、パクソジュンくドラマであ、それドラマじゃん。面白い。いや、それも含めて教えてほしいなと。最近はコメント欄に、チャギが一回エキストラ出演したじゃない、ヒルミヒルミっていうドラマに出てるんだって。私その シーンしか見たことないんですけど。私も。他のドラマにも出てる。ありますでしょ。何？ヒーローラなんてドラマで、 ヒーロー、ヒーロー、キョンシ君このナンワに出てるの？ありますでしょ。何？ヒーローラなんてドラマで。ヒーロー、ヒーロー、ヒーロー、キョンシ君この何話に出てるの？あります。お、何のドラマに？クッキーカップルという YouTubeのエキストラが成りたいです。なので、かっこいいイケメンが可愛い女の子の三角関係のドラマを、それじゃないドラマでも韓国ドラマでおすすめがあったらコメント欄に 書いてほしいなと思います。韓国ドラマ見たことないクリコにぜひご協力ください。私一つドラマおすすめことあります。女性がちょっとバカや、ちょっと記憶力とかがバカや。でも女性の彼氏はめっちゃかっこいいや。女性ね、ちょっとバカや。そんなドラマ。名前は？私はクリコ。